ルーカス・ドローヒーは、チェコピーセック出身の男子プロテニス選手。ダブルスの得意な選手としてよく知られ、2009年、全仏オープンと2009年、全米オープン男子ダブルスでリーンダー、パエストペアを組んで優勝した。ATP ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで10勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス73位、ダブルス5位。右利き、 バックハンドストロークは両手打ち。ネット際のドロップショットを最も得意にする選手。ドローヒーは姉がチェコのジュニア女子テニス国内チャンピオンになったことから姉の後を追うようにテニスを始めた。ルーカスがテニスの技量を伸ばせるように彼の両親はチェコの首都プラハへの移転に多大の犠牲を払ったという。2001年にプロ入りし2005年ウィンブルドン選手権で4。 大大会の男子ダブルスにデビューする。2006年2月のブラジルオープンと5月のポルトガルオープンでドローヒーは同じチェコの先輩選手パベル・ビズネルとペアを組み ATP ツアー大会で2つのダブルスタイトルを獲得した。ポルトガルオープンの後彼は全仏オープンで男子シングルス3回戦男子ダブルス準決勝に進出しここで 初めての好成績を出した。シングルス3回戦では、第7シードのトミーロブレドに1から6、4から6、2から6で敗れたが、これが彼の4大大会シングルス事故、最高成績である。ビズネルとペアを組んだダブルスでは、ヨナス・ビョルクマン、マックス・ミルヌイグミとの準決勝に進んだ。続く、ウィンブルドン選手権では、シングルス2回戦で、ビョルクマンに敗れ、 ビズネルとのダブルスでは第1シードのブライアン兄弟との準々決勝まで勝ち進む。それ以来彼はツアーでもダブルスの分野で成績を伸ばし始めた。2007年ドローヒーとビズネルは全仏オープンと全米オープンの2大会で男子ダブルス決勝戦に進出したがどちらも準優勝に終わった。全仏では準々決勝でブライアン兄弟を破りながらも 初進出の決勝で、ダニエル・ネスター、マーク・ノールズ組に6から2、3から6、4から6の逆転で敗れた。全米では、準々決勝で、ネスター、ノールズ組に接続したものの、決勝で、シーモン・アスペリン、ユリアン・ノール組に5から7、4から6のストレートで敗れ、2人は2つの、準優勝に甘んじた。2008年全仏オープンを契機に、ドローヒーはリーンダー、 ァエスト組んで大半のトーナメントに出場するようになる。このペアは、ウィンブルドンで、ネスター、ネナドジ・モニッチ組との準決勝に進み、最終第5セットまで争った末6から7、6から4、1から6、6から4、6から8のスコアで競り負けた。続いて、全米オープンの決勝に進み、ドローヒーは2年連続2度目の全米男子ダブルス決勝に勝ち上がったが、ここでも、 ブライアン兄弟に6から7、6から7で敗れ去り、2年連続の準優勝に終わった。この後、ドローヒーとパエースは、ジャパンオープンテニス選手権で来日し、ミハイル・ユージニー、ミーシャ・ズベレフ組に3から6、4から6で敗れた、準優勝がある。2009年全仏オープンで、ドローヒーは、パエースと組んで祝願の男子ダブルス初優勝を遂げた。 第3シードから勝ち上がった2人は、決勝で、ウェスリー、ムーディー、リックのマ番組に3から6、6から3、6から2の逆転勝利を収めた。同年の全米オープンダンシダブルス決勝で、ドローヒーとパエースは、マヘシュブパシマークのオールズ組を3から6、6から3、6から2で破り、ドローヒーは3年連続の決勝進出で、ついに全米ダブルス初優勝を決めた。 ドローヒーは2016年8月に地元チェコリベレツのチャレンジャー大会に出場したのを最後に公式戦出場から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。